まだまだこの旅はきついものになるなんて君に言うと後でまた叱られるんだ。そもそも生きることそれ自体が残酷で、そんなこと誰だって嫌ほど強いてると、君にはいつか見せたいものがある、それだけはずっとこの胸に、もう二度と溢れることない何かを失いながら、遠く雲の向こうもただ君は見つめているだけ、きっとたどり着ける楽園を今も信じている。Mm-hmm.